今日はタワーレコードで買ってきたケプラーのファーストインパクトのアルバムを開封していきます。オンライントークイベントの抽選券です。タワーレコのトレカ、今回もしっかり3形態買いました。ゼロバージョンから着ていきます。前回中身を紹介したので、今回は特典だけ確認していきます。ポストカードが見えちゃったけど、ポストカードはシャオティンでした。かわいい。これ前出たかな、偉人でした。じゃあトレカ1枚目から見ていきます。せーの。あ、真っ白、多分かぶってるかも。2枚目、光るか、イエスを着てほしいです。いきます、せーの。あ、やった、光が来てくれました。かわいい。やばい、押し引けた。ということで、ゼロバージョンのトレカは真っ白と光でした。違うかった。2個目開けていきます。見えた、見えちゃったよ。ちょっとトレカから、トレカ見えたから、トレカからいきます。1枚目はユジンでした。2枚目は見てないんでいきます、せーの。あ、イソや、イソ来てくれた。わーい、イソ来てくれた、嬉しい。今回めっちゃ引きいい、もしかして。ポストカードいきます、せーの。あ、ポストカードはチェヒョンでした。かわいい。ベビーカードもチェヒョンでした。サインかわいい。最後開けていきます。これはとりあえず2個だけ出して裏向ける。お、ポストカードから見ていきます、せーの。あ、光るよ、嬉しい。光るが来てくれました。ではベビーカード見ていきます、せーの。あ、バギエです。いや、もうサインかわいい。1枚目いきます、せーの。シャオティンや、シャオティンでした。ラスト、イエスが光る、イエスが光る、いきます、せーの。あ、ダヨンや、ヒムダヤ、初めてかな。え、今回は個人的にめっちゃ嬉しい、満足してる。2枚目。待って。全く同じヒムダヤ、かわいいけどさ。ラスト、タワーレコードのトレカを開けていきます。多分1個につき2枚入ってるはずです。1つ目いきます、せーの。え、イソ来てくれた、イソが来てくれました。すごくないですか。え、2枚目いきます、せーの。あ、ヒエや、マヒエでした。じゃあ
2個目開けていきます。あ、色違う、色違うんや。1枚目いきます。せーの。あ、テヒョン、かわいい。テヒョンでした。光る気としな。いきます。せーの。あ、チャオティンや。チャオティンでした。かわいい。ラスト1個いきます。せーの。あ、ヨウンでした。せーの。あ、シャオティン2枚出た。ということで、今回はタワーレコードで買ったケプラーのファーストインパクトを開封していきました。ワンタンやったら欲しいなんですけど、僕のトリックほんま出えへんくて最近。だからエソとヒカルが出てくれてめっちゃ嬉しかったです。ということで、今日の動画はここで終わりたいと思います。また次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。